肉が柔らかすぎて飲み物になってる。俺も自分で作ったけど自分でもうまいと思うんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。いい天気ですね。雲の中にいると思う。ちなみに今日は何を？ビアチキンっていうやつを、まあ、やってみたいなと思ってて、はい、でまあ、最近あのクラフトビールに、まあ、ちょっと興味が出てきているので、ビアチキンをクラフトビールでやってみたらどうなるのかっていうのをちょっとね、なるほど、やってみたいなと思って、もうね、鶏にビール突っ込んでちょっとやったらもうできるぐらいにもう仕込んできてあるから。ありがとうございます。ビアチキンに使うビールなんだけど、秘密ビール合同会社の海の記憶っていう、これね、どうやらね、塩使ってるみたいだから、はい、なるほど、チキンに良さそうじゃない？確かに。っていう、ごめん、あの安易な考えなんだけど。それは IPA ですか？うん、シーソルト IPA。 ほう、じゃあチキンに IPA の味がつくかもしれない。つくでしょ。それまず飲んでいい？これ、はい、これね、あの3分の2残さないとダメだから、ちょっとだけ、じゃあ早速ちょっと行って、じゃあいただきます。はーい。ありゃ、これはね、塩が何かを引き立たせてる、苦味とか。ああ、なるほど。苦味は強めですか？強い、強い、すごく強い。これね、多分チキンいいと思うよ、これ。本当ですか？うん、マジで。じゃあちょっとやってみようかな。はい。昨日スパイス漬けにしてきたから。これちなみにスパイスは何使ってるんですか？え、めっちゃいろいろ使ってるよ。もうね、名前出てこないぐらいいっぱい使ってる。10種類ぐらい入れてるぞ。めっちゃいい匂いするんですよ、すでに。でしょ。いや、なかなかあれだね、かわいそうな絵面になってるけど、これ大丈夫。ちょっとね、普通と違うんだけど、はい、もう野菜もさ、食べたいじゃん。そうですね。だからこの鍋を使ってね、これで先に蒸して、ビールで蒸して香り付けして、食べる前にこの鉄板で焼くっていう形にしたいなと。なるほど。そんな感じで、もうこれあとね、待つだけだから。そろそろね、できてると思うからさ。はい、開けるよ。いきますよ。お願いします。ういーすいすいういひー。いいっすね。で、これを今から焼いていくから。はい。いや、すごいな、これ。どうやってやればいいのかもうマジでわかんねえぐらい。ホロホロになっちゃってる。これだもん。やばいっすね。うん、すごいよ、これ。これ皆さんが想像するビアチキンと全然違うよ。違いますね。ちょっとホロホロすぎて、うん、後で焼こうと思ったら無理でしたもん。うん、そうだ。はい、できました。うまそう。ビール開けましょう。そうだよね。じゃあ、ウィングマンセッション IPA か。そうですね、IPA のはずです。せっかくなんで僕から補足があります。おうおうおう。ブリュードッグのウィングマンセッション IPA、うん、苦さ IBU、うん、おう、30です。おう、へえ、まあ、そこまで苦みが強くないやつですね、うんうん、でまあ説明を読むと、香りは6種類のホップが織りなすトロピカルフルーツや6種類のホップ。そうなんです。松、レモンといった複雑なアロマ。松、松ってあの松？松、木？木の松？そうです。もし俺の読み方が合ってるならあの松。レモンドロップのような爽やかな味わい。ああ、さっきのもうレモンドロップだった。そうですね。ああ、でまるでフライトを楽しんでるようなエキサイティングな後味を演出します。あのエキサイティングなフライトはすごく嫌だね。確かにすごく嫌だよね。そう、じゃあまあいっちゃいます。はい。うん、エキサイティングなフライトではないけど。でもちょっとそのレモンドロップの雰囲気もちょっとある。おー。でもさっきの方がレモンだわ。
エゴシ流ビアチキン。もうね、すごい食べたい。食べましょう。早く食べたい。うわ、何これ、やべえ。何これ。塩コショウでいく。ビールのおかげなのかどうかわかんないけど、肉が柔らかすぎて飲み物になってる。いや、マジでマジでマジで。大げさだと思ってでしょ。モーリー食ったら飲んじゃうと思う。本当に。マジっすか。本当に飲み物になってる。骨あるとこ今食べたんだけど、それでも飲めちゃうぐらいだから。ビールのおかげだったらすごいですよね。なんかあるじゃん、コーラとかさ、ビールとかで肉なんかこう煮込むと柔らかくなるみたいなあるじゃん。あの感じのが出てるよ、本当に。マジですか。だから本来のビアチキンの食感とは全然違うんだと思うけど、ビールの風味みたいなのは、特にないね。あるなんかビールの風味なのか、スパイスの風味なのかが、ちょっと分かんないけど、なんとなく俺は感じていたい。それ願望だよね。願望。願望ね。まあこれスパイスだな、多分。あ、でそもそもこのウィングマンセッションが合うのが、30って言ったもんね。 IBU ね。あ、俺ねやっぱね、もう60オーバーだね。 IBU 決して合わないわけじゃないけど、好みの問題になってる。俺の好みはもうちょっと IBU 強いやつだ、もうナスも玉ねぎもパプリカももう全部とろけるね、スパイスはこれ合わせてる。うちのあの遊ぶキッチンのあの端っこのところにスパイスめっちゃバーって並んでる。はい。アクアゴハラ匂い嗅いでこれバーってこれ入れようとかって入れてた。ただそれだけど。そんなことができる。感覚、もう全部感覚だから。いや、すごいです。大正解だと思う。あの、レシピ通りに料理とか一切作れないんだよね。もう全部雰囲気と感覚でやる。いや、それでこれが食えるのはちょっと羨ましいです。あ、そう。俺も自分で作ったけど自分でもうまいと思うもん。いやもうお腹いっぱいだね。お腹いっぱいっす。って言ってもちょっとうなぎ食べるけど。どうだった？めっちゃうまかったです。ね、美味しかったね。ビールのさ、IBU についてこう学んだ後だと、もう自分の好みが分かっちゃって。いやなんかビアチキン本当の味を一回やっぱ食べてみるべきだったよね。そうですね。なんか初っ端からいきなりアレンジしてしまって本当の味がどうだったのかちょっとわからないから、まあ次もう一回やってみようか。そうですね、それもありだと思います。まあ美味しいチキンができたねっていうことで、まあまあいっか。じゃあこれレシピみたいなちょっと公開するんで、あのよかったらまあ皆さんも作ってみてもらえればね。うまかったでしょ。うまかったですね。いや俺もちょっと驚くぐらいうまかった。このビールのおかげでトロトロになったんだとすればあれだけど、まあそれはちょっとね結局分かんなかったけどね。はい、ということでこの回はじゃあこんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。